世界最高峰の卓球リーグをもっと近くで、もっとこの夏の暑さはまだまだ続く。まあ勝負どころたくさんあったんですけど、ちょっと自分なりにちょっと後悔しているのは2番の吉山選手の2ゲーム目の時点でちょっとタイムアウトを取るのが遅れたなっていうところがあって、そこはちょっと反省点でもあり、ちょっと悔いが残ったところかなと。まあ、あの森薗選手についてはやはりギリギリのところで戦ってたので、まあアンラッキーもありましたし、まあそういう意味ではまあちょっと突きがなかったのかなっていうところだったかなと思います。まあ全体的に競って今負けている状態なので、まあもう一つ何か起爆剤として何かあればまた好転していくんじゃないかなと思ってますんで、はい。週末いよいよホームゲームだと思うんですけども、はい、ホーム開幕戦めがけて意気込みをお願いします。はい、まあ今1勝2敗というところなんですが、まあ、先ほども言ったんですが、まあ、何かのきっかけで、また勝ちに転じると思うので、まあこれから岡山の方に帰ってですね、みんなで反省をして、次につながるちょっとミーティングなどをしてですね、なんとかホーム戦2勝したいと思ってます。はい、ぜひ25、26日岡山武道館へ応援来てください。よろしくお願いします。5-2.